どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあ、このガズレレ YouTube チャンネルはどんな方でもこのちっちゃいウクレレでモリモリ音楽大好きな曲どんどん弾けるようになっちゃって楽しめるよということで、日々簡単レッスン動画公開しております。今日も張り切ってやっていきます。今日取り上げる曲はこちら、ドン、サザンオールスターズの墓場。このソウルフルでファンキーなんだけどバラード、この独特な雰囲気、おしゃれでダンディ、決めていきましょう。さあ、本日は G ラボのブラックビューティーモデルのウクレレとシンプル簡単バージョンではこっちの初めてウクレレを使ってレッスンスタートしていきます。ただいま大好評にてこの G ラボウクレレだし販売予約受付期間真っ最中となっております。最強最高のウクレレですから、ぜひ皆さんチェックしてください。そしてね、今 G ラボ祭りという企画が始まってまして、このブラックビューティーモデルと、わがままウクレレ今 10% オフとなっております。詳細概要欄に貼っておりますんで、 G ラボ祭りの内容と合わせてちょっとチェックしてみてください。ウクレレよろしくお願いします。それだともう一個だけ、これちょっとお知らせさせてください。GGD、ご機嫌ガズレレデイズ、ガズが出すエッセイ本でございます。主婦の友社から出版されるめちゃくちゃいいこと言ってる本。これはね、必読でございます、皆さん。ただいま予約受付中、絶対予約してください。概要欄に貼っておきます。よろしくお願いします。さあ、レッスン入っていきましょう。いつものように2バージョンでございます。最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流、超シンプル簡単バージョンをゆっくりやるんですけれども、これはかなりね、簡単にアレンジしてますからね。この曲は本当結構で渋いコードがいっぱい登場するんですけど、大丈夫にしてますから。簡単バージョンも初心者さんでもいけるようになってます。やってみてください。後半はかっこいいバージョン。こっちはおしゃれなコードに、こうメローな弾き方。このリズムがポイントになっていきます。2バージョン最後までご覧になってください。さあ、皆さん、まずは音楽を始めましょう。今のところでちょっとお勉強するだけで、これからの人生自分の大好きな曲どんどん自分で生み出せるようになる素敵な時間が手に入ります。ぜひ皆さんガズレレで音楽始めてください。さあ、レッスン入っていきましょう。サザンオールスターズの墓場、まずはシンプル簡単バージョンからゆっくりとやってみる。サザンオールスターズの墓場ガズレレ流簡単バージョンゆっくりやってみました。いや、渋くてかっこよくてクールダンディ、やばいですね。これはちょっとこう落ち着いて弾きたい、ゆっくり曲ですから
はい。で、初心者の方もできるように今ね、かなり簡単アレンジしましたけれどもですね、ぜひこれでまずやってみてください。今聞いていただいて分かったと思うんですけど、構成としては1番を全部やった後にも最後のサビ畳みかけるところに繋いだということでございます。ちなみにこれフルコーラスやりたい方、まずこのガズレレバージョンで練習してください。ここに全てね、もう網羅されてますから。で、できるようになったら1番のコードを書いて2番の歌詞を書き加えてオリジナルのね、楽譜を作ったらフルコーラスできるようになります。まずはガズレレで全てのポイントを押さえて、練習スタートです。ガズレレ動画には歌詞とコードが出てますんで、それを見ながらですね、練習してもらって、1個目のゴール設定としては、ガズさんの簡単バージョン、今の簡単バージョンの動画に合わせて一緒に演奏できたら、すごいと思いますけど、これやっぱ歌がですね、かなりソウルフルでブルージーな感じになってます。溜めたり、桑田佳祐さんっぽくやっぱ歌いたいじゃないですか。それガズに合わせるってんじゃなくて、皆さんのそのブルージーな、ソウルフルな感覚、付け加えてください。はい。で、ガズさんの簡単バージョンに合わせてできるようになったよという方、おめでとうございます。ここまででもすごいことだと思いますけど、次のステップ行きましょう。次のステップは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube 動画を一切見ずに皆さん一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す。これをやっていただきたいなというふうに思うんですけど、最初から歌詞とコード全部丸暗記するっていうのはやっぱり大変ですから、最初はやっぱ楽譜みたいなものを見て何回も何回も練習して覚えて、いずれは覚えちゃって、夜空に向かって夕日に向かってこの曲を奏でって最高だと思いますけれどね。でも楽譜って一体どこにあるのということだと思いますが、安心してください。今の演奏はですね、ガズさんが手書きで書いたこのノート、これを見てですね、今演奏していきました。これもうちょっとしたらこんな風に画面にでっかくとして、みんなもこんな風に書いてみたらいいじゃんということをシェアしようと思うんですけどね。ただ今めちゃ便利なサービスガズクラブっていうのが始まってます。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、ガズが今まで手書きで書きまくってきたもう膨大な、もう山のようにあります楽譜の中から毎月5曲皆さんがこの曲やってみたい、この曲いいな、私チャレンジしてみたいみたいな感じでお選びいただいて、お手元にですねデジタルデータで、すぐにですね、ダウンロードできてご活用いただけるという素晴らしい画期的なサービスがスタートしております。で、このガズクラブなんですけどね、楽譜のダウンロード以外にもねいろいろあります。毎月2回ガズクラブメンバーがもう世界中からのね参加があるんでね、大セッション大会、毎月2回やってるガズオン、これめちゃくちゃ楽しいんですよ。ぜひこれもね盛り上がりますからね、これも体験していただきたいのと、メンバーの方だけが参加できる Facebook の非公開グループで皆さんの演奏動画をアップロードして、みんなでワイワイ楽しくやってるようなところがあったりと、なかなか楽しいクラブ活動になっております。ガズクラブぜひチェックよろしくお願いします。そしてこれとはちょっと違うんですけど、ガズレレ大学というのもやってます。こっちは大学ですからちょっとハイレベルですよ。こっちは YouTube メンバーシッププログラムというやつを使っていまして、毎月590円の学校代をいただいてですね、毎週2回ライブ配信による濃厚講義でございます。こっちはですね大学ですから皆さんちょっとねレベル高いですよ。入ってくださる方きっと16ベイトとかカッティングの練習とかして、それができそうでできないかみたいなぐらいを練習してくださる方々、すごくいい感じになるんじゃないかなというふうに思います。課題曲設定して深掘り、チャットでもその場でいろいろやり取りしながら進めていっております。で、あとね、毎朝7時半からラジオ配信してます。ガズラジといって、スタンド FM という無料アプリ、ラジオアプリと、あとガズラジという別の YouTube チャンネルがあります。毎朝7時半から365日ガズの面白いラジオ配信、ウクレレのこととかいろんなことぜひチェックしてみてください。今言ったこの3つのことは概要欄に貼ってあるんでチェックしてみてくださいね。それでは、楽譜を見ていきましょう。ボジョサザンオールスターズ、この渋い曲、これはダンディに決めましょう。さあ見ていこうと思うんですけど、これ見てもらうと今日かっこいいバージョンではコードが結構変化があります。上の段はシンプル簡単バージョン、下のコードはかっこいいバージョンで使うコードだと覚えておくといいと思いますね。はい、こんな風に写しておくので、皆さん一時停止でノートなどに書き加えてゆっくりマイペースで練習していっていただきたいんですけど、今日もね、いつもの通り、さっき紹介させてもらったガズクラブで、このガズさんの手書きノートをデジタルデータでお手元にダウンロードしていただくのめちゃくちゃ有効になっております。今日はね、やっぱ歌のリズムがねかなりですね深いですよ。まずガズのノートの特徴をここ見てもらうと、ここに V が書いてあったり、これいろいろヒントが満載なんです。これ何かというとリズムが分かるようになってるんですね。これちょっとやってみましょう。せーの、夢の王、夢の王のここの V のところからこの C が始まってですね、夢の中で交わしたキスは、これ全部言葉裏拍できてますからね、夢の中で交わしたキスね、分かる、伸びてるとこにタイミング入る、これだからかっこいいけど歌うと分かる、この裏拍の難しさ、そこがやっぱりサザン桑田さんのテイストでございます。これしっかり聞き込んでグルービーですよ。16ビートのノリですからね。はい、なんで4つ弾きで弾いても歌は16のノリが必要だということでやってみてください。
そして、あ、それね、そういうわけで、このノートかなりね、ガズクラブに入っていただいて、デジタルデータでダウンロードしてご活用いただくのかなり有効になると思うんですけど、まあ、お時間ある方は、この通りに書いていただくといいと思います。コードも結構この辺見ると違っていますね。これは後でちょっと解説していきますけど、一応かっこいいバージョンではこのコードを使っていきます。まずはイントロから、1、2。ですか？はい。そして、ここから、B メロが入って、ここサビということですけれども、この B メロからね、これいい感じにね、盛り上がってくるんです。ブルージーっていうか、ソウルフルですよね。はい。で、ここがサビですね。ここの英語、気持ちよく歌いですね。You know my heart is on the way to black and dark. ってやつです。これ流れるように歌うのちょっと難しい。英語のね、特徴、調子に乗ってモノマネするが有効になると思いますが。はい。で、本当はここまでで一番です。はい。なんですけど、ここ最後、ラストということで、畳みかけるサビのね、ラストのところ。ここまで応用しております。ということでございます。はい。で、ここ最後エンディングですね。ワンブロックコード4つが簡単バージョンから出てくるけど、スローな曲なんでね、ちょっと頑張ってやってみてください、ということでございますが。結構今日は、だからコードがね、ちょっとかっこいいバージョンでは増えてますと。はい、じゃあ、そのコードを見ていきましょう。これがかっこいいバージョンで出てくるコードです。赤く囲ってるのが。なんで、ひとまずは隠しておいて、見てみると、今日はね、シンプル簡単バージョンでコード山盛りだね。いきますよ。C と Am と C7 と A7 と F と Dm、D7、G7、Em7。はい。これ、すなわち、ガズレレ必須コードほとんど 9個だね。ほとんど出てくるということなんですが、はい。今映ってるコードは、これは一応ですね、ガズレレだ。超入門コードだ。安心できるコードのグループということでご案内させてもらってます。はい、これです。ガズレレ必須コードです。このガズレレ必須コードというのは一体何かというと、ウクレレで始めたばっかり初心者の方に一番最初に覚えてもらいたい10個の入門コードのグループ。10個も覚えないといけないのかと思うかもしれないけど、1個ずつ見たら超簡単。だけど、いっぺんにね、ドーンと10個覚えようと思うともうごっちゃごちゃになるので頭が。そこで私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃうめちゃくちゃいい動画撮ってます。概要欄に URL 貼っとくんで、ガズレレ必須コード10個覚えちゃってください。はい、じゃあここからかっこいいバージョンの解説に入っていきましょう。かっこいいバージョンの前にちょっと歌の解説ですけど、まあ桑田さんのあのニュアンスになっちゃいますよね。あのね、やっぱりこのドライブ感っていうかすごいんですよ。夢の中で顔をしつき座る。こういうね、あのやっぱなりきり力、これでかなり自分でテンション上げていくのがいいと思います。しかも英語のところ、You know my heart is on the way to breaking down。 ここもですね、やっぱり調子に乗ってモノマネ力ですね。こういうのはもうなりきり力がすごく大切になります。モノマネでなりきるにはやっぱ調子に乗る能力も必要ですから、はい、そこら辺もちょっとね、十分あのフィーリングを出していきましょう。さあ、それじゃあコードの解説していきましょう。今日はね、4つの、コードが、登場します。まず1個目 Gm、 これがちょっと押さえづらいですよ。こことこことここです。こんな感じですね。はい、人差し指で1弦の1フレット、ここの薬指で3弦の3フレット、中指で2弦の2フレットかなと。あと小指でもいいか、小指かもしれない、2弦の3フレット。とにかく押さえる場所、こことこことここね。はい、これがねちょっとね押さえづらいです。これがうまくいける、イントロでこれが出てくるんですけど、 G7 から Gm とか難しいですよ。 G7 から Gm、 はい、この辺ね、あの G7 からだとここが残したまま G7 から こんな風にくるっと回転するみたいなイメージがいいと思います。はい、あ、じゃあ次々いきます。 G7 さそう、これは簡単なんで、 G7 押さえといて小指でこれです。はい、これは簡単なやつで、次もう一個 A#7、 これがね厄介なやつが出てくるんですよ。 A#7、 これはどういうコードかというと、人差し指を全部1フレットで押さえちゃって、中指で3弦の2フレットです。こうです。これが A#7 です。つまり A7 ってコードありますよね。これが一個ずれてここになったってことですね。こういう人差し指で全部押さえるの、制覇とかバレエとか言うんですけど、これがちょっと難しい。今日一番難しいコードです。はい。で、これは、この動画がヒントになります。A#の押さえ方の時に、これ制覇とかバレエって言うんですよ。この人差し指でビチッと全部押さえるの。これを解説してるんですよ。これも概要欄に貼っとくんで、ぜひね、この A# で制覇とバレエの研究動画、これも、ちょっと見てもらって、これなんとかここ、すっごいいいコードなの。これ今回。A#7、ぜひ押さえていってくださいと。はい、そして Fm ですね。これも初心者さんが突っかかっちゃう有名なコードですね。ここ、押さえる場所は1弦の3フレットと2弦の1フレットと4弦の1フレット、3弦開放弦。こうやって押さえるんですけれども、ウクレレ持つ位置が高い人は人差し指で、ここ4弦の1フレットを押さえて、ウクレレ持つ位置が低いガズみたいな人は親指で押さえてもいいよって感じで、結構自由度が高いんじゃないかなと思います。Fm、これ結構ね、質問が多いコードなんで、概要欄に解説動画貼っておくので、これを研究してみてください。はい、そういうわけで、この
この4つのコードを使ってかっこいいバージョンをさらに盛り上げていきましょう。はい、じゃあ今日弾き方。これ迷うとこなんですけどね、これ原曲はね、そのガスペジオのこうピアノっぽいタンツンタンツンっていう要素とドラムは跳ねてるんですよ。ドン、つってパン、パッツ、16ビート、ファンキービート。なんだけれども、やっぱ一応ウクレレ1本で、こう、なんつうのかな、いろいろ広がりを持たせるために、前半はガスペジオ。で、中盤以降は16ビートのチャ、跳ねてるファンキーな感じでやっていこうと思います。はい。これが、今日のポイントですね。前半はおとなしくピアノっぽいんだけれども、中盤からこう跳ねた16ビート。これがね、かっこいいの。スローですからね、この曲は。はい。今映ってる弾き方、概要欄に貼っとくんで、概要欄に貼ってある違う、ウクレレでできるリズムのいろいろというところに、それぞれのね、濃厚解説動画が貼ってあるんで、それ見てください。まぁ、ちょっと順番でやっていきましょう。まずイントロですけど、ガスペジオです。ちょっとさーっとやりますね。せーの、C から G7。ここで Gm、これ。これがね、皆さん難しいと思うよ。で、次、ワンブロックコード4つ。はい、ここで G7 から G7、今 G7 さそうから G7 ですね。はい、こんな感じになりました。はい。はい、そしてこんな感じでガズペジオでずーっとこう歌が入っていくんですけど、これね、やっぱ歌がですね、すごく裏拍で流れてくるんで、このガズペジオを淡々と弾きながら、歌を上に泳がして、泳ぐ。リズムはしっかりキープで歌が泳ぐ。この感じをちょっとキープしておいてください。で、これは大丈夫だと思うんですけど、で、要は2番。に水に投げた小石の跡がから16ビートのチャに入っていこうと思うんですね。16ビートのチャに入っていくときは、ちょっとこの、じゃあやってみましょうか。今回はちょっと跳ねてるんで、そこら辺がちょっと雰囲気難しいです。せーの。水に投げた小石、跳ねてるでしょ。跡が、止めろとなくは、青広げと、バカチッと、つたつ、こんな、跳ねた感じがいいんですね。これが、ちょっと今日一番難しいビートだと思います。ちょっと C で練習してみましょう。せーの。ドンチクタクチタツタダタクチクタ。ちょっと脱力した感じの、メローな感じの16ビートの茶会ですね。はい。これでずっと最後までこの後はやっていこうと思うんですね。で、コードがすごくとてつもなくね、変わってるんでですね。ぜひ見てみてください。あ、そうだ。A メロの中からも出てきますけど、F マイナーもね、フレーズの中にワンブロックコード4つで出てきますね。胸に残る、棒状。G7 サスポーから F マイナー。この辺が渋いなと思って。G7 サスポーから、はい。ここら辺の流れ、結構気持ちがいいコード進行かなというふうに思いますね。はい。そして、その後 B メロに入って、泣かせて、スターダス生まれ変わるために、ここも G マイナー、ここでやってみようか。泣かせて、スターダス生まれ変わる。ここ F マイナー、なめに、心の飛び。次でこの F シャープ7、開けておくれ。はい。ここの A シャープ7、ここは決めてください。一生懸命この制覇バレー、ビシッと押さえる。で、そっからサビに入っていきます。サビも同じようにリズムキープ、満載でいくんですけど、ここもね、シンプルなリズムなんで、大丈夫だと思います。Gm がもちろん出てきますけれども。で、サビの繰り返しの中で一箇所だけキメが入りますね。サビの中の、サビが、悲しみを歌に変えてっていうところで、その後ちょっとキメみたいな感じでフレーズを入れます。ちょっとやってみましょう。You know my heart is on the way to breaking down. 悲しみ歌に変えてダンダンダンゴーンダダダダです CCGFG7 は高々です CCCFG7 ダン16ビートの中での決め、まあ、ダン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 ダダダダ、はい、これはシンプルに、決められると思います。はい。そしてまた最後にこうずっと行くんですけど、あとは、まあ、シンプルかな。結構だから、解説としてはすごいシンプルなんです。で、なんだけど、コードが、この Gm がちょっと難しいのと、A シャープ7が出てくるのと、やっぱ全体的にリズムキープかなと。で、前半はガズペジオで、まあ、2番から16ビートのチャイになりますけど、その切り替えも結構ポイントかもしれないな。ちょっとそこやってみようか。胸に残る、棒状。ここで、水に投げ、ちょっと
前から16ビートのチャがこうだんだん入ってくるみたいなニュアンスで16ビートにゆったり16ビートに切り替わるのが、かっこいいかなというふうに思います。はい、そしてやっぱりあの忘れちゃいけないこの歌詞の、あの内容をですねこう読み解いて曲のこのエネルギーをですねこうしっかりこう理解した上で歌うね、歌っていうのはやっぱり感情表現ですから、そこを忘れないように心込めて歌っていきます。でこれいっぱいやることあるからちょっとガチャガチャ焦っちゃってなんか早くなっちゃったりするんですけど、基本的にはもうスローバラードですからね。なんだけどこのファンキーなのにスローバラード、ここがこの曲のすごいキーポイントになると。ブルージーにソウフルにソウルフルにやっていきましょう。さあそれではいきましょう。サザンオールスターズのボジョ、ガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。ワン、ツー、スリー、フォー。ガズレレ流かっこいいバージョンやってみた。これはですねめちゃめちゃいい。もうガズさん好きですね、このソウルフルでブルージーな感じ、バラードなんだけど乗れる、不思議なこのサザンオールスターズ桑田さんのもう独特の世界観、時間かけてじっくりものにしていきましょう。さあ、ただいま G ラボのウクライナたち販売予約受付期間中です。今日使った G ラボのブラックビューティーモデル、これ、2月限定で 10% オフになってますからね、この辺のこととかも概要欄に G ラボ祭りと一緒にご案内になってますので、ぜひチェックしてください。で、こっち、主婦の友から出る GGD ご機嫌ガズレレデイズ、ガズがめちゃくちゃいいこと言ってるエッセイも、ぜひ予約お願いします。はい、こちらの方が、リリースされましたよ。これ大好評でございます。はい、ハンディ版ボリューム1とハンディ版ボリューム2ということですけど、これそれぞれ過去に出していたこっちが1、2、こっちが過去に出して3、4が2冊分がこれそれぞれ200曲収録というね話題の本でございます。Amazon 並び書店さん、楽器店さんので、今販売していますんで、ぜひねチェックしていただきたいと思うんですけど、これ Amazon とか楽天ブックスさんでご購入いただいた方はレビューを書いていただけるとですね、これからまだガズレレ知らない方にすごい参考になると思いますので、ぜひともよろしくお願いします。ガズレレではねアプリがあります。ガズレシピというアプリです。アプリのインストールは無料なんで、皆さんスマホにひとまず入れておいていただいて、お試し楽譜があるんでそこで見てもらっていいなと思ったら、1曲からでもセットでも楽譜、大量の楽譜が購入いただけます。こっちはかっこいいバージョンも載っているデザインされた楽譜なんで、これもかなりご活用いただけますよ。でアプリ内でいろいろ楽譜の管理もできるんですけど、これがなんと本にもなってます。実際のページめくる本にも、これもね Amazon などで売ってるんでチェックしてみてください。あとですね、ガズレレではですねもう1個やってるんですよ。これガズピアノ、これ
超面白いですよ。ガズピアノという YouTube チャンネル別にあります。これ本も出てますから、リットミュージックから。ガズさんピアノ弾けないのにピアノの先生やってます。そう、だから面白いんです。ピアノの常識を覆す、弾き語りに特化したもう世界で唯一の一番簡単なピアノ教室。ウクレレできる方、ガズレレでやってる方だったらもう30分でできるようになりますからね。ぜひやってみてください。あとガズレレではですね、このウクレレストラップとか、このキャップとか、T シャツとか、このここに挟んでる水引きとか、もういろんなね、可愛いグッズもたくさんやってるんですよ。ガズレレ公式ホームページのこのバナーに行ってもらうとありますからね、見てみてください。ともあれいろんなことやってるんですよ、ガズレレって。はい、このガズレレ .com 公式ホームページ見るといろんな情報が手に入りますんで、この公式ホームページと今ご覧いただいているガズレレ YouTube チャンネル、そうあちこち見ながらですね、いろんな音楽楽しんでください。もうね、ガズレレ G ラボではですね、もう課題曲もね、もう2000曲以上は多分やってると思うんですよね。もう楽しく音楽聴くからやるに変えていきましょう。もうすでに楽しんでるよという方、この周りの方にこんな面白いことあるよってお勧めして教えてあげてください。それでは皆さん、また会いましょう。バイバイ。